寝れねえわ。寝れない。ハチはずつ、あ、ツイッター変えてくれたんだね。見たよ。いや、嬉しかったわ。あれ、あれだよ。全員であのサムネでさ、コメント打ってたら結構面白くなると思うよ。寝れないんだよね。なんかこの不眠症じゃないけどさ、そう、12時間以上ガーって寝て、3時間しか寝れなくてっていう毎日過ごすのもう、ほんとやめたいよな。なんか決まった時間に起きれて決まった時間に寝れる人ほんと羨ましい。もう睡眠薬でも何でもいいから、そういうなんか、常人的な生き方ができるようになりたい。俺ね、多分ね、こういう生き方してんのね、この睡眠サイクルがあるからっていうのあるんだよね。結局サラリーマンできなかったりとか、学校通えなかったりとか。昔はそうじゃなかったんだけどな。多分脳のね、分泌物が多分おかしいんだと思う。何かが狂ってるんだよ。子供の頃からだからな。中学生。習慣なのかな、それとも。なかなかだよね。さっき鮫島さんのふわっち見てたんだけど、鮫島のふわっち面白かった。雑談うめえよな。香川も鮫島もなんか見ててやっぱり、あ、この人たち雑談で大手になるわっていう、その独特のうまさがあるんだよね。なんかこう喋ること好きなんだろうな、この人たちみたいな。多分誰もいなくても喋ってんだろうな、みたいな。誰かいたら。その、なんつうんだろうな。テクニックもあるんだろうけど、喋ることが根本的に好きなのをすごい感じる。あの二人から。あ、あとさ、言い忘れてたんだけど、アマゾンポイント課金させていただきました。大金持ちになりました。ありがとうございます。未だかつてないぐらい、現金があります。ワドさんは、俺？どうなんだろうな。俺喋るの好きだよ。喋るの好きなんだけど、多分ね、俺はね、実はね、プライベートですごい無口なんですよ。僕自身は。だから、喋るの好きなんだけど、多分、喋りはね、ツールなんだと思う、自分にとって。多分、かまってもらうためのツールみたいな。この時間見れてると今日休みだって解放感あって、俺はいいです。あ、そうなんだ。あ、そこそこ、この時間見れるってことは、休みってことか。なるほど。起きる時間じゃないの？この時間。わかんないけど。何の金だよ。アマゾンギフトポイントをもらってて、それを貯めてたんだけど、課金しましたね。オークションで売りました。そのお金ですね。いくら？ 5 万。5万、いくらで売れたかな？ 96% ぐらいで売れたから、5万かな。5万2000円とか3000円とかで売れた。この前、のんたんがぶっこんでくれた分を課金した。5万5000円。別れる別れないっていう騒動の時。ちょっと天岐阜。あー、仕事だとね、途中で見れなくなるの嫌だよね。わかる。あー、続き見たいのにっていうのあるよな。でも雑談、配信の難しいところってさ、テレビってやっぱ1時間にギュッとまとまってるわけじゃん。だから要点しか話してないみたいな、起承転結もしっかりしてるし。だからその録画をしたらさ、じゃあ空いてる時間に見ようみたいなことができるけど、配信ってライブに近いもんね。舞台とかに見に行ったりとかして、即興芸とかを見に行ってるのに、なんか途中で抜けないといけないとか嫌だよね。特に盛り上がってる時とかだと。
やっぱりそのタイムシフトで放送を見ようと思わないもん、俺。生放送自体もあんまり見ないのにね。みんな見る？タイムシフトとか。面白いのかな？タイムシフト見て。俺あんまそう感覚わかんないんだよね。タイムシフトを使ってまで見たいっていう。ライブがいいよね、やっぱね。生でさ、そう、コメントを打って、その、やりとりができるとか、触れ合いができるっていうところが最高の利点だから。のんたまどつ、結局寝れなかったわ。ニコ生やっちゃった。なんか、ニコイズムさんの放送初めて見て、ちょっとコメント打ってたんだけど、かっこいいイラスト描いてくれた人いるじゃん。和道の。そう、めちゃめちゃ絵うまい、あの人。すげえかっこいい。ライブで見てないときたまにコメント打ちたくない人困る うん。TS も見てんだ。TS 見る人は本当に好きな人だよね。俺は本当そう思う。録画をしてみるっていうことだから、TS 勢はガチの人だと思うね。なんかね、俺ね、本人、今、ノンタンいないから、結構その、結構距離があるの。配信ののんたんと、その、あ、香川さんもニコイズムさんなんだ、イラスト描いてんの。香川さんもニコイズムさんなんだ、知らなかったわ。なんだっけな。なんつうのかな。結構ね、配信者的に助かってる部分あるんだよね。のんたんのアドバイスが。結構ね、のんたんね、頭いいよ。俺、頭いいと思うもん、本当に。あ、この人すげえ頭いいわ。結構ね、分析力とか半端じゃないと思ってて、俺よりはるかに頭いいと思って。俺、頭いい人好きだから。なんかさ、喋り方とかさ、発言の数が多いと、頭がいいと思われるじゃん。これって心理学的にもそうなんだよ。しっかりとした、だから、ショーン・ケイの喋り方だよね。要は、内容が全くないじゃん、ショーン・ケイの話って。だけど、無駄な説得力があるんだよ。だから、どちらかというと、俺はショーン・ケイよりのこともできるんだよ。トーク系なんだよ。要は、中身がなくて、見せかけをうまく作れるタイプだと思うの。中身ないじゃん、俺。だけど、ノンタンってそういう能力はないんだよ。多分喋ったり表現したりとかで、その頭の良さじゃないけど、深く掘り下げるとめっちゃこの人頭いいと思うもん。言わないだけで掘り下げるとね、なんかよく見てるなとか、ああ的確だなって、IQ 高いだろうなと思う。脳やばいのはあれでしょ？薬の影響でしょ？地頭クソいいと思う。結構ね、配信のアドバイスが的確なんだよ。何も考えてないんだ。妖怪頭いいよ。妖怪って言うな。人の彼女を妖怪呼ばわりすんなっつう。いや、ほんと頭いいよ。ほんと頭いいよ。頭いいっていうか、結構分析してるよね。分析力がすごい高いし。だからね、頭良すぎて頭おかしくなったタイプだなと思う。言い方なんだけど、頭良すぎて頭おかしくなる人っているんだよ。世の中に。元から頭おかしい人もいるんだけど、頭が良すぎることによって、見たくないものが見えちゃう人って世の中にいると思わない？人間関係とか、社会の、なんかとか。お！コミュニティ登録ありがとう。これね、切り板なんだよ。多分これでね、900人になった。おー、900人、あと100人で1000人か。ありがとう、切り板ですよ。コミ登録ありがとう。そうそうそう。なんか考えすぎてじゃなくて、例えば、あんさ、なんつうんだろう。
なんつうんだろうな。俺、生活保護受けてるじゃん。例えばなんだけど、生活保護受けてるじゃん。で、作業所で働き始めました。リテラシーのない人が見ると、ワド、いいじゃん、頑張ってるじゃんって見えるじゃん。何も考えてない人からすると、ワド仕事して偉いよ、社会復帰だよって見えるけど、俺ももちろんそうつもりで働いてるんだよ、社会復帰のために。だけど生活保護を叩いてるのって、俺らの税金が使われてるから、ムカつくっていう話だったじゃん。だけど、そう考えてない人はそういう発言するのよ。もう税金が何か分かってない人とかはさ。だけど、よくよく考えると、生活保護プラス、A 型作業所とか B 型作業所って助成金で成り立ってるビジネスだから、働くと国から200万会社に降りるから、生活保護プラスアルファ200万ぐらいの助成金がさらに上乗せしてるから、税金の負荷がかかってるんだよ。だからそういうのが見えると、やむじゃん。何やってんだろう俺みたいな。わかる？言いたいこと。それがなんか見なくていいものを見えちゃうっていう能力なんだよ多分。そう、世の中のからくり知らなくていいっていうかさ。いや、会社は会社で大変よ。会社は会社で大変よ。経営者はやっぱ、仕組みを作らないといけないし。だから、社員っていうよりも、どんだけ税金使うんだよって話になってくんだよ。でも、だから税金って何なのかって話になってくるじゃん、そうすると。そう。税金って何なのって話になってくるんだけど、結局、それを理解する人って一部の人だけだから、結局搾取され続けるんだよね。で、金持つほどさ、節税とかうまいわけじゃん。いや、合法的にさ、税金のさ、からくりを減らすわけじゃん。だってさ、一般就労で障害者枠使ったとしても同じ200万は降りるわけよ。だけど、なんつうんだろうな。なんて言ったらいいのか、俺も、すごく難しいと思うんだけど、こればっかりは。だけど、税金って本来そういうものなんだよ。最高峰は浅井さんかな、とか言って。トランプ？いや、だから俺、今日、ノンタンと話したんだけど、昨日の夜の、なんかツイッターのニュースで見たのが、なんか、クリントン、ヒラリーに投票するなら、私が全員にフェラチオしてあげるわって言ってマドンナが言ったの。59歳のマドンナが。で、誰がそんなの望むんだよとか言って、これでトランプ確定だなとか言ってる。で、そのツイートを見てノンタンに、アメリカってすごい国だよねっていう話したのよ。日本で言ったら、蓮舫か堀江貴文かどっちか総理大臣に選べって話じゃん。日本じゃ絶対起こらないことなんだよ。そういうなんかバカっぽさが、アメリカのバカっぽさが羨ましいっていうか、なんつうの、もう極端すぎるっていうかさ。で、オバマはオバマで極端だったんだよ。あれ当たり障りないように見えるけど、なんつうの、ブッシュ大統領からの反動で、要は無難なやつを選ぼう。で、無難なやつがアメリカ人にはいない、黒人にいたっていう話だと思ってるのね。で、今度無難で黒人っていう、ね、革命を起こした後に、今度はバカを選ぼうみたいな話だと思うから、そう。アメリカって何が面白いかっていうと、8年に1回革命が起こる国だと思ってて、8年に1回革命をすることによって、なんか問題も起こるんだけど、そう、問題が起こることによってそれを乗り越えるのが大好きみたいな。イノベーション大好きなんだよね。だから俺ね、トランプありなんじゃないかって思ってんだよね。実はね、トランプが、大統領になったら日本に追い風になるんじゃないかな、みたいな。俺だからトランプいいんじゃんって思ってる。チャレンジャーな、でもあるんだろうね。チャレンジャーっていうかイノベーターっていうかさ、もともとアメリカってさ、そのプロテスタント、そのカトリックから迫害されたプロテスタントの中の、さらに、革命的な奴らが新天地を求めていったわけじゃん。奴隷を引き連れて。だからアメリカに行くっていう発想のやつがさ、もう、チャッキチャキなんだよ。もう革命家たちなんだよ。で、それの DNA だけで作ってる国家だから、すごいよね。お前賢いな。賢くないよ、俺全然。
断崖さんいらっしゃい。ワード2。だから、なんかアメリカのそのバカバカしさって俺は好き。結構。その日本ってすごい保守的な国っていうか、保身的というのかな？保守っていうか保身的っていうか。なんかそういうところもいいところではあるんだけど、気質は合わないんだよ。正直言うと日本的なものって。日本のいいところはいっぱいあると思う。保守でいいと思う、日本は。ただ、個人的な考えで言うと、俺は合わないなとは思ってる。本当に、チャンス噛んだら、アメリカかフランスって考えてるかな。多分ね、アメリカよりもフランスの方がいいんじゃないかと思ってるね、今。住むんだったら。とことん行くよね。なんだろうね、すごいよね。アメリカは、カルト的というか、ねえ、日本人の目線からすると、アメリカって世界って感じがするっていうか、スタンダードな感じがするの。だけど、ヨーロッパとかアジアとかから見ると、結構アメリカ嫌いっていう国多いんだよね。フランス人のタニアっていうリスナーさんがいて、スカイプでよく話したんだけど、アメリカ大嫌いっつってたもん。うん。で、なんでって聞いたら、いや、イスラム戦争、イラク戦争ないでしょみたいな、すげえ的確なこと言ってて。あ、やっぱフランス人ってリテラシー高いなとか思った。アメリカに行くやん、仕事付き合いするやん、まあこいつら勝てねえって実感するぜ。ね、それは言語の壁じゃないのかな。俺アメリカ行ったことあるんだよ。仕事ではないから何とも言えないけど、まあ人口も多いし優秀なやつ多いけど、仕事ができるかどうかに関して言うなら、俺は言語の壁の方がでかいと思う。うん。俺ね、日本人は仕事結構できると思うよ。ただ、作業的というか、なんつうんだろう、ルーティンワークとかが優秀だからな、日本人は。うん。あいつらはもう、まあ、言いたいことはわからんでもないけど。うん、プッシュすごいよね。わかるわかる。それはもう生き方がそうだもん。自己主張の塊だから。でも俺はすごいやりやすかったよ。アメリカ行った時。もうイエスのはっきりしてて気持ちよかったね。で、誰も悪い思いしないっていうか。我が強いっていうか、そうじゃないと生きられないんだよね。それは、多民族の国家だから、もう国籍も違えば、言葉も違うわけよ。で、英語を母体としてるけれども、簡単に言うと、なんて言えばいいんだろうな。もう住んでる国が違うから、英語を喋れるって言っても片言の英語から始まってるわけじゃん。だから、ボディーランゲージとかイエスノーをはっきり伝えないと意思が伝わらないんだよ。だから、アメリカの英語って極端だと思うけど。英語のコンプレックスは強い。日本人の言語を操って、日本語言語としてる場合、無理だと思うよ。まあ、能力ある人は英語を覚えられるけど、特殊な能力だと思う、それは。日本人はね、英語無理だと思うよ。それは日本人は社畜奴隷教育のせいで突出したやつが出ない。そのための本当はゆとり教育だったんだよね。ゆとり教育は失敗だったよね、完全にね。うん。叩かれるよね、日本。あ、そうそう。で、俺の彼女が頭がいいっていう話から始まってるんだけど、俺の彼女がね、なんか大手になるにはどうしたらいいかな、みたいな雑談をふっかけたら、和道さん働いてるからな、って言ったの。まあ面白いじゃん、着眼点が。俺結構その切り返し面白いなと思って。俺どうしたら大手になれると思うって。なんか具体的に言ってみてって言ったら、和道さん働いてるからなって言ったら、え？それは、何？やっぱクズじゃないと大手になれないってこと？って言ったら、ね、そういう感じじゃないんだよね、みたいなことを言い始めて。ぶっちゃけた話さ、気づいてないんだよね、みんな、みたいなことを言い始めるの。まあ面白いなと思って聞いてたら、だってさ、今の30代って、ぶっちゃけた話、仕事腐るほどあるんだよ。で、この時代に働くって、ちょっともうダメだよね、みたいなこと言い始めるの。で、結局、権利収入じゃないけど、自分のやりたいことやってスタイル築けるんだよねって、ぶっちゃけた話、俺ら、私たち40になっても仕事あるよ、みたいなことをポロって言うのよ。そこが頭いいと思ったの。結局、人口分布図とかを理解してるし、需要とかも分かってるし、
結局若手が人手不足って言われながらも、そうそうそう、それをねポッと理解してるんだよ。だからそのぶっちゃけた話、仕事がないって言ってるのは嘘だよっていう、若い人は仕事永遠にあるよって。でその後最後に言ったのが、だって今働いてる人年寄りばっかりじゃんって言ったの。だからその人たちいなくなったら仕事が溢れるんだよ。で人手が足りなくなるんだよ。で外国人と日本人どっち雇うって言ったら日本人雇いたくなるんだよ。そういうのを感覚的に備えてるっていうか、嗅覚がすごいいいんだよね。それを聞いた時に、あ、この人頭いいと思った。すごい、仕事が減ってるって絶対嘘だと思う。嘘だよ。要は若い人たちが賢くなって働くのがバカらしいから、結局働く効率が今給料が安いから働いてないだけなのよ。そう、絶対そうだよ。であと年寄りたちに威張られるわけじゃん。で給料多いの持ってかれるわけじゃん。で多く働かせれるわけじゃん。そういうのをちゃんと理解してるっていうか、なんて言うんだろうな、そこって倫理観を省いて言えるっていうのがすごいと思ったの。実はさ、日本人って正しいこと、なんつうの、みんながいいよねっていう生き方を推奨しちゃってて、ここまでダメになったと思ったと思ってると思うの。要は道徳とか正義みたいなはあるじゃん、空気感みたいなもの。そういうのを押しすぎてるっていうかさ、情報高のせいで仕事より好みしてるだけだから。そう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 、ぶっちゃけた話、腐るほど仕事あるんだよ。仕事を選んでるから仕事がないと勘違いしてる。そうなんだよ。だけどそこを見抜いてない人がほとんどなわけじゃん。でそういう人が政治家やるべきなんだよ本来は。本当に国のためを思うんだったら人口を増やさないといけないし、年寄りに税率優遇してる場合じゃないんだよね。もうなんだっけな、面白かったのが、生きてるだけで罰金、住民税、タバコ吸ったら罰金、タバコ税、お酒飲んだら罰金、酒税とか、罰金を、とにかく税金っていう罰金を、死んだら罰金、相続税とか、いろんなことが書いてあって、最後に働かなかったら賞金、生活保護って書いてあったから、200個ぐらいバーって罰金が書いてあって、全部のその税金に罰金っていうなんかつけて、最後働かなかったら賞金、生活保護って書いてあって、現状そうなっちゃってんだよね今の日本って。コンビニなんて人気なすぎて都内はほとんど品人だした。本当だよ、うん、書物で仕事あぶれてるって金ってことに集中してないだけよ。結局ね、もうはっきり言うけど、あのペッパーくんの話知ってる？ペッパーくんの話。ペッパーくんってさ、ほらソフトバンクが開発したロボットがあるじゃん。その話がすげえ面白いと思ったんだけど、ペッパーくんレンタルしてる人がいるんだけど、あれ確か5年間で300万ぐらいなんだよ。で5年間で300万じゃん。で面白かったのが、そんなに複雑なね AI 搭載してないから、まだいろんなできないこと多いんだけど、けん玉のプログラムを覚えさせるっていうのがあるのよ。で100回、いや高くないんだよそれが。けん玉をこうやってやるじゃん。で100回失敗するんだけど、けん玉を1回成功するのよペッパーくんが。そうするとどうなるかっていうと、101回目から永遠とけん玉外さなくなるの。これどういうことかっていうと、 AI のすごいところで、1回成功したものをインストールしちゃったらもう絶対にミスを起こさないの。これコンピューターの特性なのよ。でけん玉を 100% 覚えたと。さらに人工知能の怖いところって、そのデータだから、それをそのクラウド上にアップロードして、世界中にあるペッパーくんにインストールさせたら、世界中のペッパーくんがいきなりけん玉を覚えることができるの。これ情報の並列化なんだよ。でこれどういうことかっていうと、今けん玉ぐらいの軽作業だけど、簡単な肉体労働を全部ペッパーくんに仕事を奪われると。で5年間で300万とかでしょペッパーくんって。で1時間の時給が確か80円とか30円とかなんだよ。だから世界で一番安い人件費になりうるの。電気代は別なんだけど、リース代の計算が確か何十円なんだよ1時間。時給何十円でペッパーくんけん玉できちゃって、しかも世界中の 全ペッパーくんが同時にけん玉覚えちゃうくらいのシステムなんだよ。だから単純に言うと、外国人とロボットがいるから、もう世の中にあるくだらない仕事っていうのをなくした方がいいんだよね。うん、メガネ似合うね、ありがとう。だから高くないんだよ。
3年間のリースで、あ、5年間のリースで300万とかだから、そう。で、10年かからないっていうか、どうなんだろうね。今、現時点で、そうなっちゃってるからね。うん。だから、皿洗いとかの仕事なんかさ、ぶっちゃけた話さ、ペッパーくんが食器洗浄機にガッて並べるのは絶対できるわけよ。今のペッパーくんで。で、ペッパーくんが食器洗浄機にガッて並べるの、時給100円かかんないと、電気代込みで。900円で雇う？俺らのこと。雇わないでしょ。だからそれに気づく経営者がいるかどうかなんだよ、もう。ペッパーくんが、もうお客様のお皿ガーって下げてきて、食器洗浄機にバーンってぶっ込んでガシャンってやる。で、ジャーって洗って、あとは食器棚に戻すと。これ一人の人件費浮くかんね。で、10分の1のコストで済むんだよ。うん。日本人はペッパーでタダで食える。どうなんだろうね。わかんないけど。結局、だから、その、産業革命。だから、4つの革命があるって知ってる？人類は4つの革命を経たって言って、1つは言語を覚えた。言語と火を習得したことなんだよ。まあ人間足り得るところでしょ。で、その次っていうのは農業革命って言って、要は飢餓との戦いだったの、生物って。でも言語とか狩りとか狩猟とか覚えて、さらに農耕まで覚えた時に、この時に飢餓を克服したの。つまり時間を獲得したのね。要は生物っていうのは24時間365日、餌を探してるのが人生なのよ。だけど農業っていうのを覚えて、収穫を得て蓄えることができるようになったから、今度時間を得たっていうことなの。で、今度産業革命。これ産業革命はみんな知ってるでしょ。機械が労働力を奪ったんだよ。で、活版印刷っていうのが生まれて、こっから情報の並列化が生まれるの。で、さらにインターネットの革命、IT 革命っていうのが今起こってるんだよ。これの怖いところっていうのは、もう、なんつうの、ペッパーくんの、とかの日じゃないんだよね。こういうことが、機械、産業革命とは日じゃないんだよ。同時並行で労働力を一気に奪うって話だから。単純労働で人は必要ない。それは、だから政治として見るのか、経営者として見るのか、労働者として見るのかで意見が違ってくるの。結局、いつも話するんだけど、お金をばらまくってどういうことかっていう話を次枠でしようか、じゃあ。次枠で。壊れた時のリスクと整備、点検費用、費用は。じゃあ、それを言うと人間も壊れるんだよ。例えば、保険ってかけてるわけじゃん。で、人間も作業してたら死ぬことって絶対あるの。だから経営者って保険、雇用保険絶対かけてるでしょ。それと同じでペッパーくんも雇用保険入れればいいだけなのよ。だからそんな問題じゃないの。人間だって死んだら。人があるから、そこは絶対クリアできる。でしょ？だって人間の方が絶対コストかかるんだもん。なんでかっていうと取り返しがつかないから。ペッパーくんがこれ頭いいでしょ、ノンタ。こういうところなんだよ。頭いいでしょ。要はペッパーくんが、ね、こういうことなんだよ。頭いいでしょ、この子。本当にそうなんだよ。ペッパーくん壊れたらペッパーくんが直すんだよ。うん、すごい。今の切り返しは本当頭いいと思った。うん、そういうことですね。次枠行きましょう。お疲れ、トリオツです。